佐賀空港への自衛隊のオスプレイ配備をめぐり、参議院の外交防衛委員会が駐屯地などを視察し、配備先の佐賀市と意見交換しました。佐賀空港の西側で工事が進む駐屯地の視察に訪れたのは、参議院外交防衛委員会の委員9人です。9人は空港のデッキから工事の進捗状況や配備後の運用などを確認。委員からオスプレイが全機飛行停止しているが再開できない場合、格納庫の使い道はどうなるのかという質問に対し、九州防衛局の江原局長は今のところはオスプレイを入れることになっていると述べるにとどめました。九州防衛局によりますと、先月末までに土砂の搬入はおよそ 50% 完了しているということです。現在は8階建ての隊庁舎の基礎工事や雨水の一時貯留地などの排水施設の工事が進んでいます。今日、忌憚のないご意見を市長をはじめ、そして関係者の皆様からいただきまして、それぞれのご意見ご要望に対して意見交換ができたらありがたい。その後、委員は駐屯地が立地する佐賀市の酒井市長などを訪ね、およそ30分にわたり非公開で意見を交わしました。終了後、酒井市長は、オスプレイ運用にあたってですね、そうした騒音ですとかですね、そうしたところの懸念についての質問がありました。問題が生じないようにしっかりとしその合意履行の遵守というところと、そして確認ということを引き続きやっていきたいということを申し上げました。防衛省はオスプレイ17機の配備に最低限必要な工事を来年6月末までに完了する計画です。